男と生まれたからには誰でも一生のうち一度は夢見る地上最強の男。グラップラーとは地上最強の男を目指す格闘士のことである。欲張りすぎたかな。いや、こんくらいでいい。なんてどこに住んでんだよ。着いた。人間の面見るのは一年半ぶりだぜ。食っちまおうか。ご無沙汰してます、安藤さん。俺、バキです。ハンマーバキ。あ、おう、バキ、あの鼻ったらか。でかくなりやがってこいつ。裕次郎はどうしてやがる。相変わらずですよ、あの人は。そうか。よし、今夜は熊の刺身をご馳走してやろう。ちょっと癖があるが、なかなかいけるぞ。こいつ相当疲れてやがるな。ここに来るにはもっと近道があるぜ。さっぱりしたか。ええ、この木すげえや。ああ、こいつか。長生きだぜ。樹齢千年。いや、もっとかな。千年？普通枯れちまうんだけどな。こいつは別だ。未だに現役だぜ。こいつの生命力に比べたら、人間なんて赤ん坊みたいなもんさ。バキ、俺のところに来た理由は何だ？
ただ遊びに来たってだけじゃあるまい。さんが仕留めたクマ？そりゃおめえ、裕次郎のように北極クマは無理としてもだ。この辺にいるクマぐらいなら、この拳で十分よ。なんだかまた大きくなったみたいだね。はははは、水と空気が違うぜ。あ、うまい！そうかそうか。わさびがまた。ウェルター級のボクサーに負けたかい。だけどユリは世界チャンプだ。よえな。表へ出るかい、バキ。裕次郎がここへやってきたとき、これを毎日やったもんだ。俺と競ってな。見てな。要するに喧嘩だ。飯を担当食ってる方の勝ちよ。ユリに勝たせてやる。一ヶ月我慢しろ。おめえのその小さな体に俺のパワーをそっくり詰め込んでやるぜ。ありがとう。それと一つお願いしたいことがあるんだけど。ん？なんだいバキ。ユリ選手、目線こちらにお願いします。エバス選手、ポーズ決めてもらえませんか。奥様、バキ様が。どうしたの？いかがなさいますか？放っておきなさい。は？あの人と同じ道を歩き始めたというだけのことよ。では、そのように。なんだと？夜叉岩でキャンプを張りたい。一人で。一人でって、お前知ってるのか？夜叉岩がどんなところか。父さんから聞いてる。女子供がニューヨークのスラムをうろつくようなもんだぜ。山を舐めてねえか？舐めてなんかいるもんか。夜叉岩へ行くって考えただけで、こんなに震えが来るんだ。行かなきゃいけない。それだけはわかる。あの夜叉岩に何が住んでるのか、お前知ってて言ってるのか。子供が生きて帰れるところだと本気で思ってるのか。だからそれを確かめに行くんだろうが。ごめんなさい、言い過ぎました。裕次郎もそうだった。お前ら一体どういう親子だ。すげえ。バキよ、
炎を持っていけ。あいつは魔物だ。ただの猿だと思うな。魔物？そうだ。身の丈2メートル余り、推定年齢150歳、通称ヤシャザル。あれはまるで山が牙を剥いて襲ってくるよな。山？あのヤシャ岩には数匹のヤシャザルがいた。そしてそのうちの一匹を裕次郎は確かにぶちのめした。だが今のお前と裕次郎の力の差は。安藤さん、これありがたいけどやっぱり返すよ。なんだと？今俺が戦いたいのはまさにそういう怪物なんだ。バキ、父さんに倒せた奴が俺に倒せないはずはない。来いよ、かかって来いよ、ヤシャザル。でもねえってか。ねえ、痛むかい安藤さん。でも消毒しとかなくちゃ。バギー、雷管を取ってくれ。そこの棚にある。雷管？そいつを全部ほぐすんだ。獣の爪ってやつはよくしたもんでよ、雑菌の塊みてえなもんなんだ。ウォッカぐらいじゃ消毒にもなりゃしねえ。はい。おう、ありがとうよ。そこのタオルをよこしな。はい。安藤さん。バギー、そこのボタンを押すんだ。これだね。押すよ。地域の山岳監視員安藤玲一氏から緊急警報。直ちに現地にて救助されたし。こちら山岳レスキュー了解。現在お熱帯に急行中。まもなく現地直。
楽しくて仕方なかった。喧嘩自慢と言われる連中から恐れられる自分が誇らしかった。一流のプロに敗れても、それでももう一度鍛え直せば勝てると信じてた。怖いものなんてないと思ってた。で、今はヤシャザルが怖い。火薬派燃やして滅菌したようです。なんでも2メートルぐらいの大猿に襲われたって。心当たりに伝わるこんな動揺を知ってるかね。天下取るならヤシャ祝いってこう、ヤシャの大猿天下一ってな。ああ。昔の武芸者の多くが腕試しに訪れ、ことごとくが大猿の前に敗れ去ったらしい。古の武芸者は宮本武蔵、塚原牧伝といった超メジャーな奴らを除いてほとんどの末路が不明とされているが、その真相がヤシャザルに食われちまったからだというんだ。もっとも今時そんな武芸者がいるとも思えないが。ああ、なんでもいいけどでかいなこの患者。食ってやる。食って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 、でかくなってやる。安藤さん、あなたのパワー必ずこの体に詰め込みますから。次は俺が撃つ。さあ、世紀末の中量級を制するのはどっちだ。ユーリーか、ケバスか、今世紀最後を飾るビッグカードも。ゴングが今響き渡った。二代目、始まりましたぜ。二代目。バカみたい。始まる前から勝負はついてるわ。で、申し訳ありません。バキ様の正確な居場所は未だに。いいわ、何をしてるのかは分かっているつもりだから。は？あの子は一線を越えようとしてるのよ。一線？人間の脳はあまりに長時間運動を続けると、これ以上は危険だとサインを出すのよ。そのサインは苦痛となって現れる。普通の人間はそこで休養を取るのだけれど、実は人体にはその先がある。そのサインを無視してさらに運動を続けると、やがて脳は苦痛を取り去り、素晴らしい快感を与えてくれるの。それはもしや。そう、脳内分泌物エンドルフィンの効果によって。エンドルフィン、競技者を死ぬまで運動をさせ続けることができるという、あの。違いない。あの子は脳内のエンドルフィンを覚醒させるために。そうなんでしょ、カッコ。来い来い。これ俺か。そうだ、それがエンドルフィン。一流といわれる修行僧、彼らのほとんどはこの体験をしてるのよ。すごいすごい、これ半端じゃないぜ。これさえあれば俺は、俺は。バキ、
喜ぶのはまだ早いわ。グラップラーにはさらにその先がある。決まりました。恐るべきユリーのカウンター。この先はもはや重量級への挑戦しか残されていません。その先にある一線を越えられなければあなたはそれで終わり。一生かかっても真のグラップラーにはなれないわ。おい出てこいや。ギルス使っても分かってんだぞ。いませんぜ。代わりに来るが。よし。超えてやる、その先の一線ってやつを。無理だ。そう、本当の本当に死んじまうじゃねえかよ。バギー、助けてくれ。なんだよ、なんだよ、くそー。超えてやるぜ、一線を。やっちゃったよ。見えたのは何だったのか、掴んだのは何だったのか。少年は生まれ変わる。強大な相手と戦い抜いた時、少年の生きる証がまた一つ刻まれる。全ては強さのさらなる高みのために、あの男に追いつくために。